佐々木のりは、山形県小花沢市出身のサッカー指導者、元サッカー選手。現役時代のポジションは、MF、DF。十文字学園女子大学副学長。元サッカー、日本女子代表監督。2011年 FIFA 女子 W 杯ドイツ大会、優勝監督。2011年度、 フィファ女子年間最優秀監督賞受賞。元オーミア・アルディージャ男子トップチーム監督、現オーミア・アルディージャベントス総監督。山形県小花沢市出身。農家の生まれで、小学校2年の時に、父の仕事の関係で、埼玉県川口市に転居、山形まりを嘲笑され、学内での地位を上げるべく持ち前の俊足をアピールし、短距離走で、旧友らを抑え、 やがてサッカーへ傾倒。中学生の頃は、当時埼玉県立浦西高等学校に在学し、県内高校サッカーのスターであった西野明に憧れていた。帝京高校3年時には、首相としてインターハイ優勝、高校選手権、ベスト4進出に貢献。大会優秀選手で構成される日本高校選抜の海外遠征に参加し首相も、務めた。 明治大学文学部文学科英米文学専攻に進学してサッカー部に入部。木村和氏が同期であった。大卒後は日本電信電話校舎に入社し、大宮アルディージャの全身電電関東、NTT 関東サッカー部でプレー1981年には全国社会人大会で優勝を経験。1986年には、 全国地域リーグ決勝大会での優勝に貢献し、同サッカー部を日本サッカーリーグ2部に昇格させた。33歳で現役引退後は指導者の道を歩み、1998年に現大宮アールリージャの前身 NTT 関東サッカー部の監督を務め、1999年以降は大宮の強化普及部長及びユース監督を歴任した。 2006年1月より、サッカー、日本女子代表コーチ及び、U、U-17 日本女子代表監督に就任。2007年より、U、U-20 日本女子代表監督を務めた。12、7に、前監督である、大橋康治の契約人気満了による退任を受け、日本女子代表監督に就任した。 監督としての初戦となった東アジアサッカー選手権2008では参戦全勝で日本女子代表に初タイトルをもたらした。北京オリンピックでは準決勝でアメリカに敗れたものの日本女子サッカー史上初の世界大会4位という結果を残し国際サッカー連盟関係者が世界を驚かせたのは日本女子チームだったと評した。2011年ドイツで行われた フィファ女子ワールドカップではチームを男女を通じて日本初の優勝に導いた。同大会におけるなでしこジャパンの選手たちの活躍に関して選手たちは粘り強くやってくれた。世界一は本当にびっくりです。ちっちゃな娘たちがよくやってくれたと感想を述べた。2011年7月20日29人目となる明治大学特別功労賞を受賞。 11月、アジアサッカー連盟より、日本女子代表監督としては、初となる、AFC 最優秀監督賞、さらに最下位賞特別賞を受賞。12月、ユーモア大賞及び、g 級メン・ n ブ・ザイヤー2011を受賞した。11、15に、女水会館で開かれた、四十法賞の伝達式にもサッカー、日本女子代表を代表して出席し、 森友古文部科学副大臣から、報奨の伝達を受けた。埼玉県からは、彩りの国功労賞を受賞。2012年1月9日、2011年度の FIFA フフ年間表彰式において、アジア人として、初となる FIFA フフ女子世界年間最優秀監督賞を受賞し、この賞は、我々のチームなデシコジャパンの総合力。 チーム一丸となったことへの評価だと強く思っておりますと述べ、合わせて昨年の東日本大震災で各国から受けた支援に対する感謝などを語った。女子年間最優秀監督賞の受賞に際し、FIFA 加盟協会の代表チームの監督や首相、選ばれたサッカー専門記者の45.57%の支持を獲得した佐々木は、 フィファランキング世界第3位となった全日本女子チームに関して僕が率いたなでしこジャパンの完成型をロンドンで見せ日本の皆さんに元気を与えたいと断言した。2012年8月9日ロンドン五輪ではアメリカ合衆国との決勝戦まで女子代表を率い女子サッカー初のオリンピックでの銀メダルを日本にもたらした。試合後、佐々木は素晴らしい試合だった。 結果は出なかったが、この4年間は素晴らしい戦いだったと、なでしこジャパンの選手たちを称えた。日本女子代表監督の任期は2012、9までであったが、それまでの指導能力と実績が高く評価され、日本サッカー協会から続投要請を受ける。古巣の大宮からもフロント就任を要請されるも、日本女子代表監督の続投を受け入れた。2014年5月、 ベトナムで開催された 2014AFC 女子アジアカップでは海外組の主力選手を欠く中で日本代表を初優勝に導き自身にとっても3度目の挑戦でアジア初制覇を達成した2015年カナダで開催された 2015FIFA 女子ワールドカップでは7、5の決勝戦では全大会同様にアメリカ合衆国との一戦となるも 前半で4失点を喫し、2から5で敗れて、女子ワールドカップ連覇を果たすことはできなかった。2016年リオデジャネイロオリンピックアジア、最終予選で3位に終わり、出場権獲得を逃したため、代表監督を退任。2016年4月、十文字学園女子大学副学長に就任。同年11月には、古巣のオミヤ・アルディージャのトータルアドバイザーに、 就任した。2018年3月、日本サッカー協会理事に就任。2019年6月13日の日本サッカー協会理事会で、第16回日本サッカー殿堂入り決定。2019年9月、既存の日本女子サッカーリーグをプロ化した新リーグの発足を目指す、女子新リーグ設立準備室の室長に就任。最終的に2020年6月に、 ウィーリーグという愛称、2021年9月開幕予定などの方針を明らかにした。2021年、ウィーリーグに参入する大宮アルディジャベントスの総監督に就任。2021年5月25日、成績不振により解任された大宮男子、トップチーム監督の岩瀬健の公認が決まるまでの暫定監督に就任。 1998年以来の大宮男子トップチーム監督就任となった。同時に J リーグ参入後の大宮の合計20人目の監督となった。6月7日、公認の監督に下田正宏が就任することが決まり、6月9日に行われる天皇杯2回戦、ジェフユナイテッド千葉戦限りで暫定監督の座を降りることとなった。ありがとうございます。